柳生新影流は田島の神宗則の父石秀斎が神泉伊勢の神より直伝されたものと伝えられるが、その陰には長年にわたって鬱屈した柳生一族の血の滲むような努力が秘められていた。所領も少なく従う家人もわずかなこの一族は、地方の一兵法家としてひっそりと沈黙を守っているかに見えたが、元和元年5月7日夜、大阪方の切り込み隊35人が徳川秀忠の本陣に玉砕攻撃を敢行した。これが柳生宗則である。この時元明の剣を振るって七人を倒した彼は、その功によって将軍家憲法指南役に迎えられた。そして9年後、待ったか田島、遠乗りに出ていたので遅くなった。本日のお相手に次男の左門を召し連れましてござります。未熟ながらお相手願わしゅう存じまする。よし参れ。は、これが若き日の徳川家光、二代将軍秀忠の長子であるが、老齢で早くより病の床にあった秀忠にはもう一人子供があった。駿河六十万石の大主に任ぜられていた次男の忠長である。だが秀忠とその夫人お栄は、率直な性格の家光を嫌って再起走った弟の忠長を溺愛し、次期将軍職には忠長をと熱望していた。この思惑は当然幕閣の間にも反映し、筆頭老中酒井備後守は忠長に心を寄せ、これに対して新進気鋭の次席老中松平伊豆守は家光派、さらに乳母として家光を育て今は大奥の束ねをする春日の局は、実の母親にも勝る愛情を家光に寄せていた。かくて三代将軍の座をめぐる両派の反目は諸大名の間にも広がり、大阪夏の陣以来十年の安定になれた天下は、ここに再び動乱の兆しを見せ始めたのである。恐れながら今一度、もうよい。どうせ勝てぬものは勝てん。勝たずともよろしゅうございます。いずれ若君が天下の政を司るようになられた暁には、何よりも必要なのはその時々の決断力。この道場にては市内を通してただそれだけをお学びくだされ。父上、そのままでいろ。は？今一本所望じゃ。はっ。若君、直ちに表へお越しください。何事だ。ただいま知らせが入り、上様ご病気を見舞いに京都を立った勅使のご一行は途中駿河に立ち寄った由にございます。忠長のところへか。駿河には先日来よりお栄の方様と酒井備後殿がご滞在中、何やら防御ありと見受けられます。急ぎ対応策を考えねばなりますまい。よし田島、そちも参れ。なぜご遠慮せんのだ。その方は一介の憲法指南役、天下のことに参画できる分際ではない。身の程わきまえ。父上、いかにご老中とはいえ、
言うな。下城いたすぞ。何も案ずることはおじゃりません。恐れ多くも主女をはじめ女官の端々に至るまで駿河様の評判は上々。まことか？神仏かけて偽りは申しません。次の天下人は駿河様と京わらべの口の葉にも登っておじゃります。聞いたかビンゴ、今の話春日が聞いたらさぞ悔しがって歯ぎしりをすることであろうの。それにつけても実の兄上を差し置いて天下人になられるのは心苦しかろうと心中お察し申し上げまする。いや、将軍職に就くことは単に一徳川家のことではない。いわば天下のこと。万人が私を欲するならばそれが時の流れというもの。喜んでその職に就く覚悟がある。さすがは駿河様、あっぱれな若武者ぶりでおじゃりまするな。ただ一つマロが気にかかるのは諸大名の動向におじゃりまするが。その点ならばご懸念無用。すでにピシッと手を打ってござる。忠長公にフォローをする者、伊達前田などざっと数えてもたちまち十死に余る。ほほう、それでは日本のほぼ半分は早くもお味方に。いかにも。しかし尾張様はじめ江戸に心を寄せるお方も多いと聞き及んでおりまするが。ご心配めさるな。ご貴殿方が江戸に入られれば一気に決着がつく秘策が整ってござる。驚かれたか。この境便を未だ勝って負け戦をしたことがござらん。ま、当座はごゆるりと旅を楽しまれ。いかが思われまするか。ビンゴの神のことか。先ほどの自信ありげな様子から見るとこのままではもはや勝負あったも同然。いやいや、江戸にも知恵者はおじゃろう。まだまだ天下は大揺れに揺れ、揺れなければどうしても揺らさねばなりません。その時こそ王政復古の好機でおじゃ。それまではマロたちは道家になり、ある時は家光に、ある時は忠長に、あの振り子のように首を振りましょう。受けてくれよ下船の身で。その頃江戸では春日の局が尾州家上屋敷を訪れていた。水戸紀州と並んで御三家と称せられる尾張61万石の大主義直は将軍秀忠の弟である。何、お身を引かれる。春日殿、それはご本心か。はい。何を申される。家光に今誰よりも必要なのはそなた。それをこの後に及んでお身を引かれるなどとは。尾張様、尾張様にはお分かりにならぬのでございます。お方様がことあるごとに忠長様を立て若君様をお憎しみ遊ばすのはすべてご幼少の頃より若君様をお育て申し上げたこの春日に対してのこと。いえ、お方様を責めているのではございません。
我が子を奪われた母親の気持ちは女子のわらわにはようわかります。わらわさえ身を引けばお方様のお怒りも解け。やめなれ。らちもないたわこと聞きともない。たわごとと仰せられますのか。さようなたわことは昨今流布されている次期将軍位をめぐってのあらぬ噂に惑わされてのことと存ずるが、春日殿らしくもない。世にとっては家光も忠長も二人ながらに可愛いおい、今さら比べとんもない。確かに家光は口下手、部長法、諸大名の人望も今一つない。あれは未だ磨かれざる玉、まして世継ぎじゃ。春日殿、それほどに家光が可愛ければどこまでも心中を立てなされ。そなたお一人に重荷を負わせはいたさぬ。今後とも義直をいかようにも力を貸そう。ありがとうございます。義直が尾張へ帰国すると、それを待っていたかのように忠長の一行は江戸へ入った。父上、お喜びなされませ。私が去る高名な御用紙に命じて占わしたところ、父上の弱いはかのとうの年に通じるとの件が出ました。おう。かのとうの年といえば、なんと今から数えて20年後、父上は御年80歳を超えてもなおご健在と相なります。まあこの件が出ました時には家臣一同とともに祝杯をあげ、その喜びようは遠く江戸へまで届かんばかりでございました。若君様おなりにございます。忠長、よく来た。久しぶりだな。父上、横になっておられると長生きしませんぞ。家光殿、もそっとお下がりなさい。下がる。忠長殿は朝廷より大納言に任ぜられました。そなたはいまだに中納言、下座に着くのは当然であろう。たわけたことを申されるな、母上。兄上、生みの親に向かってたわけとは何事。口を慎まれ。それしきのこともわからず将軍職におつきなされては行く末が案じられます。よくぞ申した。家光殿、もそっと下がりゃ。下がらんか。あ、若君。伊豆殿。は。わらわたちと一緒に江戸へ着いた上様お見舞いの勅使はいつ見えられるご予定じゃ。明朝と受けたまっております。お聞きなされましたか。うん。では余はその席で隠居することを表明し、合わせて公家どもに次期将軍職宣言のことを取り計らうよう命じよう。まあそれは良いところにお気づきなされました。朝廷に対し上様のご意向を明らかになされば、今後無用の取り沙汰も消えましょう。忠長殿、これ。は。上様がこれへと仰せられておられますぞ。上様。あ。これを取らし、父上、天下のことよきに頼むぞ。はあ。名君の誉れ高き父上のお名を汚すような真似は誓っていたしません。ご安心ください。将軍秀忠の病状がにわかに悪化したのはこの夜である。一昼夜の昏睡状態の後、遺言するいとまもなくこの世を去った。直ちに盛大な葬儀が営まれ、秀忠の遺体は芝増上寺の霊廟に安置された。
深夜ご霊廟を騒がさず何者敵敵奪い返しました。して、これを取りに来た者は？父上のお眼鏡通り、伊賀忍者どもでございます。何？柳生の手の者に奪われた。はい。不意をつかれ、民牧次第もございません。柳生の者に間違いないか？はい。田島め、たかが憲法指南役の分際で身の程知らずが。半蔵。はっ。しばらく柳生一族から目を離すな。二度と格は許さぬぞ。はあ。あの父上、今日確かに父上。無念だ、兵馬。何やつが父上にこのような。柳生の誰でございます。十兵衛じゃ。あのような技を使える者は柳生十兵衛を置いて他にはない。柳生十兵衛。兵馬。はい。直ちに柳生へ行き、十兵衛の動きを見張れ。おいか、これは戦だと。江戸と駿河の矢、柳生一族と我々伊賀忍者の戦いだ。心して行け。承知いたしました。まさしく毒殺じゃ。やはりやりおったか。何者の仕業でございます、父上。これより出かける。友はいらぬぞ。お待ちください。かような時刻にどちらへ。友はいらぬと申したはずじゃ。そのままでおい。かかるや藩に一体何の用だ。ご存知でございましょうか。今宵増上寺のご霊廟に癖者が忍び込み、故将軍家のご遺体から御胃袋を切り取ってござります。なんと。癖者どもは秀忠公毒殺の動かぬ証拠を手に入れんと企てたのでありましょうが、幸い私めが奪い返しました。おそらく上様のお命を打ち締めした下手人は、私め同様若君かわいさの一年からこのような所業に出たものでござろうが、ただ恨めしいのはその下手人の覚悟のほど。
と申すと、あまりにも突然の上様のご急死、忠長公の擁立を図る酒井備後守殿が疑念を抱き、その裏を探りに来るのは当然のこと。それすらも考えずに今になっての狼狽ぶり、見苦しいでは済まされませぬぞ。待ちやれ。辰巳はわらわにある。わらわがいつどの夫を切り伏せて上様の命を助かろう。いいえ、言わせてともれ。そなたは知るまいな。上様はあの翌朝勅使の面前にて駿河様に将軍位を譲り遊ばすおつもりであった。なんと。さすれば若君はいずれは廃嫡。いえ、それだけでは済まされぬ。いずれはお命まで危うくなろう。あまりといえばあまりの押し打ち。頼りとする尾張様が江戸におられればまだしも、わずか半日の間に何の手が打てよう。それゆえ、それゆえにこの春日鬼となったのじゃ。お方様に駿河殿が愛おしいように、わらわとて若君が愛おしい。三歳の時より今日までこの手で若君のむつきを変え、お背を流し、お育て申してきたのじゃ。この愛おしさはそなたにはわからぬ、誰にもわからぬのじゃ。田島殿、お願いじゃ。このことは内部にしてたもれ。わらわたち三人の胸の内に秘めて。もう遅うござる。すでに酒井殿は気づいております。ではどうすればいいのじゃ。田島殿、今となっては取るべき道はただ一つしかございません。何をせえというのじゃ。一刻も早く若君に名乗り出ることこそ寛容かと心得ます。何を申す。ならぬ。それはなりませぬ。なぜになりませんか。若君までも欺くは罪のまた罪。田島、断じて承知しがたい。すべては若君のお心に任せられ。皆の者、大層早いな。亡き父上のことで大事な話とは何だ。これから申すことお心確かにお聞きなされませ。実は上様はご病死ではなく、まことは毒をもってお命を縮められたのでございます。何、何と申した今。私めが上様のお命を頂戴いたしたと申し上げました。私も同罪にございます。春日、いつ狂ったか。その方たちは言葉通りならば弱そしたちを斬る。斬るぞ。申せ、何故そのような罪を犯したのじゃ。上様は若君の廃嫡をご決心なされたのでございます。廃嫡、父上はよう廃嫡。すべては忠長様を将軍職にという御企み。若君様ご幼少の頃よりご奉公をつかまつった私ども、おいたわしさやみがたく。もとより、ことに踏み切った理由は一辺の私情ではございません。何の罪もない若君を拝借などとは狂気の沙汰。これを許した天下の制度を立ち申さぬと。若君、いずは後悔しておりませぬ。若君が晴れて将軍となられた暁にはこの腹かっさまいて果てるか。黙れ黙れ黙れ。実の父を亡き者にして将軍につけると思うか。俺に手打ちにしてくれる。若君、しばらく、しばらくお待ちくだされ。どけ、どかるか。どきませぬ。踊れ。暗闇を極意、真剣白羽取りでござる。田島、己何を。お聞きなされよ。この世に生きるとは戦いでござる。己の持って生まれた定めとの戦い、その定めに背を向けるは敗北。小柳生田島の神、未だかつて敗北の剣はお教えしてござらん。将軍職とは武門の棟梁のことにござります。その職に就かれるのが若君の定め。あくまでも逃げると仰せられるならば、我ら三名この場にて直ちにご成敗くださりませ。何と申す。
ご無礼つかまつりました。ご心中のお苦しみさぞやと存じまするが、何とぞここはまことの勇気を振るわれてご決断願わしゅう、伏してお願いつかまつります。田島は伊豆霞。はい、はい、分かった。今日よりはこの家光、その方たちを支え、余が定めと戦ってゆこう。はあ、気をつけてね。ええ、じゃあ。おくれ、待て。姉さん逃げて、行かせて、姉さんを行かせて。どうしても行くのか。行くわ。頭は俺たちをみんな見捨てて行くというのか。そう、私は決めた。おくれ、考え直せ。都へ出なくても歌は歌える、踊りは踊れるじゃないか。そんなに綺麗なベブラ着たいのか、お前は。あなたになんかに分からないわ。どう言って。おくれ、お願いだから行かないでくれ。俺は本当はお前を、お前をついていたのだ。お前のためなら何でもする。だから俺と一緒にこの里にとどまってくれ。お願い、行かせて。どう言って。畜生、おくり、やめて。おくり、やめて。行かせて。よさまった。お前はもうよさまった。行きたきゃどこにでも行ってしまえ、行ってしまえ。おくり、どうしたのだ、おくに。
そうか。やはり里を出ていくのか。はい。当てはあるのか。京へ参ります。京。念仏踊りが大層な評判なので弟子入りをお願いに。そんなに歌や踊りが好きか。はい。自分でもどうにもならないほど。この先何があっても後悔はいたしませぬ。そうか。ならば何も言うまい。今日はお前の巣立ち、一生の門出の日だ。ここであったことは忘れろ。手当てをしてゆけ。ありがとうございます。世間は広いようで狭い。また会う折もあるだろう。達者でな。十兵衛様。どうした。早く早くみんな集めろ。お頭の命令だ。なんだあの騒ぎは。さあ、さっき十兵衛目がついたところを見ると何かあるな。行こう。はっ。皆の衆に伝えることがある。関ヶ原以来我ら根五郎一族の国滅んでより20年、不運にも戦場に手柄する折とてなく当てどない旅を続けているが、いつの日か再び根五郎の里に我らが国を作らんという一族の悲願は決して忘れてはおらぬ。しかるに本日十兵衛殿が見えられ、この度江戸表に大変あるにつき、密かに我らが助力を要請なされた。柳生田島殿もご存知とのことゆえ、この度の要請は我らが世に出る絶好の機会、一族の力を挙げて押し出そうと思うが、皆の衆の存念はどうだ。言うまでもないわ。すぐに押し出せ。おお、我らが力を湯に見せよう。おお、急んだーし。急んだーし。急んだーし。容易な戦ではないぞ。わしが倒れたらフチカリ。おお、フチカリが倒れたら黒丸。おお、男どもの端々に至るまで倒れたら女どもが指揮を取れ。骨が灰になろうとも我らが根五郎の里は我らが手に取り戻そう。おお、に望んで言いたいことがある。十兵衛殿、十兵衛殿はいずれだ。十兵衛は俺だが、何の用だ。十兵衛殿か。確かに野球十兵衛殿だな。くどい。
まだ若かったが根性のあるやつ。頭、これは容易ならぬ戦いになるぞ。母上、お話とは何でございましょう。私から申し上げ、父上のご遺体をお改めいただきたい。何？ご遺体を改めては穏やかならぬ。何のためにさようなことをするのだ。父上のご最後に不審の点ありと申し立てる者があるにより。はっきり申せ。誰の申し立てじゃ。私めにございます。不審の点とは何じゃ。これは不思議な仰せ。亡き上様毒殺されしとの噂は春日殿も伊豆殿も十分ご存知のはず。未だに若君のお耳に入れていないとは外至極。これは迷惑な言いがかり。いかにもそのような噂耳にしました。聞くも愚かな雑言の類、きつくたしなめ捨ておきました。私とて同様、あらぬ噂でお耳を汚してはならぬと存じたまで。あらぬ噂か雑言か、ご霊廟を改めてみれば明白になるはず。では聞くわ。やはり事実無根と明白になった場合は何とする。その時はこの備後守腹かき切って相果てまする。たわけ者が、ご霊廟を暴くのとその方の塩原と同じ計りに乗ると思うか。控え。家光殿、これも皆真相を明らかにしてご冥福を祈ろうという忠心より出たものな。わらわからも頼むほどに。なりません。もうなぜじゃ。取るに足りぬ下船の噂でご冥福を妨げるなどもってのほか。この家光世継ぎの名において許しません。しかし兄上、万一噂が事実ならば父上のご無念を晴らすのは我ら今年での務め。今年ならなおさら。父の遺体を改めるなどこれ以上の不幸はない。何かと思えばそのようなこと。これ以上の論議は無用じゃ。兄上、お逃げなさるのか。逃げるとは何事。そこどけ。いえ、どきません。十分に家を尽くさぬうちに逃げるからには兄上ご自身の胸にやましさありとしか見えませぬぞ。それこそ下手の勘繰りだわ。下手、下手と申された。もう言うたと。その面見とうもない。早々に進むが控え。この日、忠長はお栄を伴って駿河へ帰った。家光め、このままではおかぬ。必ず戻ってくる。必ず。家光側は対抗策を取った。すなわち松平伊豆守を筆頭老中に、柳生田島守を総目付に据え、幕閣閣僚をも一新して陣営の強化を図った。かくて家光忠長の将軍職争奪の火蓋は切られたのである。一族屈強の者34人を率いて五加勢に馳せ参じました。皆々世に出る機会を得たと誘約いたしております。遠路のところ五体に
ついてはお一党に喜ばしきお知らせがある。この度のご加勢、家光公にはことのほか喜ばれ、こと落着の暁には根室の里復帰の件可能べしとお約束なされましたぞ。それは誠に、うん、たじましかと受けたまわってまいった。よかったな、赤白。ああ、かくも早く一族の悲願が叶うとは。ゆうべこの通りだ。よせよせ、何も俺が下されたわけじゃない。俺はお主から根室忍法を学び、草刈りも10年食った。根室の里は俺の里だ。おのれ十兵衛、兵馬の仇、このままでは済まさん。問題に絡む柳生一族の暗躍はかえって家光方に不利な状況をもたらした。また江戸駿府の争いに便乗し、双方共倒れを狙う京都の公家勢力の策動も功を奏し、将軍の座をめぐる争いはまさに万事どもへの様相を呈してきた。柳生一族の陰謀、美女の生贄にご期待ください。